オレッキエッテは、イタリアのプリリア州とバジリカータ州の地域を代表する耳型のパスタである。作業風景作業風景その名の通り小さな耳に似た形をしている。ターラント人の間では、未だ、キアンカール、またはレクティッドの同義語として使われている。大きさは、親指の約3、4くらいで小さな白いドームのようであり、パスタの中央が薄いものも、 表面が荒いものもある。ドーム型でないものもあり、ストラシナーティとしてよく知られている。すべての異なる形で、硬質小麦の黒粉、水、塩だけを使って作る。最も一般的な料理法は、長時間柔らかく茹でたブロッコリーを木べらなどで潰し、オレッキエッテのくぼみに絡めた料理である。ペンネなど他のショートパスタが使われることもあるが、 オレッキエッテがその形状と厚みの口当たりからブロッコリーと最も相性が良いとされる。地域特有のレシピではチーマディラーパの使用が見受けられる。サレント半島で特有なレシピではトマトソースと洋乳のリコッタフォルテを使うことが見受けられる。チステルニーノではオレッキエッテは若干生成した。 軟質小麦の黒粉を使用し、もっと大きくて違う形になり、内部が深く、もっと外耳に似ており、またそれは、司祭の耳を意味する、レック・ディプリビットである。農民の祭典の古典的なレシピでは、ウサギのラグ入りの調味料を用意する。オレッキエッテの起源は、イタリアのプッリャ州ではなく、フランスのプロバンス地方の可能性が高い。プロバンス地方で古くは、 中世から南フランスの硬質小麦を使用したパスタ状のものを作っていた。パスタは非常に厚く円盤状で親指で押して中央がへこんでいる。その特有の形は乾燥を促進し、そのため基金への備蓄となった。また、長期間の航海に備え大量に船積みされたということである。その後、13世紀に、 プロバンス博の家系でもあった、アンジュ家の南イタリア支配の開始とともに、バジリカータと、プリア全土に広まった。プリア料理の著名な研究者、ルイージ・サーダ教授は、オレッキエッテの起源が12世紀と13世紀の、アイダノルマン系スエビ族の支配下にあった、サンニカンドロ・ディ・バーリの領土にあるとした。サーダ教授によると、オレッキエッテに興味深い特徴があり、それは、 ノルマン系スエビ族の一部地域のイスラエル人コミュニティに対する特有の保護の姿勢に関係し、エステル記に登場する敵、ハマンの耳のような、いくつかのヘブライの伝統レシピに起源がある可能性が高い。事例として、スペイン系ユダヤ人、またはクロアゼット人のいくつかのデザート、ピエモンテ州のオッチターネ渓谷のパスタの一種、 サンニカンドロのオレッキエッテの宴石もまた、中東の影響の可能性が高い。杭州マオアールトゥオのスープ。中華料理で、マオアールトゥオと呼ばれる麺類は、オレッキエッテに相当する。マオアールトゥオは蒸して、ソースを添える、または、スープ麺として調理できる。サーダ教授のテキストは、オレッキエッテを含む、プリャ地域の多様な、PAT の伝統を証明する。 情報源となっている。ありがとうございます。